オニバスの果実オニバスの開放下オニバスは、水蓮科の一年生の水生植物。不水性の水草であり、夏頃に巨大な葉を水面に広げる。本種の実で、オニバス属を構成する。別名、水吹き。アジア原産で、現在では、アジア東部とインドに見られる。日本では、本州、四国、九州の湖沼や河川に生息していたが、 環境改変に伴う現象が著しい。かつて宮城県が日本での北限だったが絶滅してしまい、現在では新潟県新潟市北区商品に位置する商品の池が北限となっている。ハスと名が付くが分類上はハス科ではなく水蓮化に属する。葉が大型で葉や傭兵に大きな棘が生えていることから鬼の名が付けられている。特に葉の表裏に生える棘は、 硬く鋭い。葉の表面には不規則なシワが入っており、ハスやスイレン等と見分けることができる。また、ハスと違って、葉が水面より高く出ることはなく、地下茎もない。春頃に、みなそこの種が発芽し、矢尻型の葉が水中に現れる。茎は、海上で短く、葉は、水底近くから水面へと次々に伸びていき、成長するにつれて形も細長いハート型から、 円形へ変わっていく。円形の葉は、丸くシワだらけの折りたたまれた姿で水面に顔を出し、広がる。円形葉の大きさは、直径30センチメートルから2メートル程度と巨大で、1911年には、富山県氷見市で、直径267センチメートルの葉が見つかっている。花は、水中での閉鎖げが多く、自家受粉で百個程度の種子を作る。 種子は、ハスと違って、休形で直径1センチメートル程度。8月から9月頃に葉を突き破って、花茎を伸ばし、紫色の花を咲かせることもある。種子はやがて水底に沈むが、すべてが翌年に発芽するとは限らず、数年から数十年休眠してから発芽することが知られている。また陶器に水が干上がって種子が直接空気に触れる等の刺激が、 加わることで発芽が促されることも知られており、そのために自生地の状態によっては、オニバスが多数見られる年と見られない年ができることがある。農家にとってオニバスはしばしば排除の対象になることがある。純粋などの水草を採取したりなど、池で農作業を行う場合、巨大な葉を持つオニバスは邪魔でしかない上、鋭い棘が全体に生えているために嫌われる羽目になる。 また、オニバスの葉が水面を覆い水中が酸欠状態になったため、魚が死んで異臭を放つようになり、周囲の住民から苦情が出たという話もある。水が少ない地域に作られるため池では、水位の低下は死活問題に直結するが、オニバスの巨大な葉は水を蒸散させてしまうとされて、歓迎されないこともあった。傭兵や種子を食用としている地域もある。種子は、 ミトも呼ばれ、漢方薬として用いられている。日本では、環境の悪化や埋め立てなどで、全国的に自生地の消滅が、相次ぎ絶滅が危惧されており、オニバスを含めた、環境保全運動も起きている。ため池に関しても、減炭や水事情の改善によって、以前よりも必要性が薄れており、管理している、水陸組合等々の話し合いによって、 保全活動が行われているところもある。氷見市の12町型オニバス発生地は1923年に国の天然記念物に指定され保護されてきたが、後に指定範囲での自生は見られなくなっており、現在は再生の取り組みが行われている。この他、各地の自治体によって天然記念物指定を受ける自生地も多い。環境省レッドリストでは絶滅危惧通類に指定されている。 大オニバス子供を乗せた写真で知られるオニバスに似た植物は南米原産の大オニバスであり、オニバスとは別の大オニバス属の植物。大オニバス属には大オニバスとパラグアイオオニバスの2種が属しており、2種の交配品も作られている。オニバスと違って葉の縁が立ち上がり、羊草に似た花をつける。この花は辻子金もどモドキ類の昆虫によって、 竹受粉し結実することが知られている。植物園などで見られることがある。ありがとうございます。